カッパ園長グッズ第4弾、えー、オンラインサロン1周年記念のお知らせです。本日、えー、2月23日からあ3月20日最終日を予定しておりますが、数量限定になっておりますので、えー、ご興味ある方はお早めにどうぞ。はい、えー、カバーチェグブカブッパ園長です。じゃあ今度はですね、えっ、ー、と IOC の コロナウイルスワクチンのお話といえばこれニュースもう見た方いらっしゃいますかねうんえっ、ー、と一応ね、えー、記事の部分をザーっとニュース部分ねこの中国が東京オリンピック参加者へワクチンを提供するって話でしたよねでまあこれ IOC のバッハ会長が明かして費用は IOC が負担するとでまあ国際オリンピック委員会がね11日オンラインで総会の2日目を開催 前日のこの会長選で再選を果たしたトーマスバッハ会長が冒頭の挨拶で今年7月の東京オリンピック来年2月の北京オリンピックについて中国のオリンピック委員会から新型コロナウイルスのワクチンの提供の申し出があったことを明かしたと中国のオリンピック委員会から親切な申し出があった真のオリンピック連帯精神に基づく申し出に感謝している 東京2020と北京2022の参加者がワクチンを利用できる IOC はこれらの追加ワクチンの費用を負担すると表明しました。バッハ会長は総会初日のスピーチで東京オリンピックについて東京はこれまでで最も準備の整った五輪都市であり 現時点では開会式が7月23日に行われることに疑いはない。問われているのはオリンピックが開催されるのかどうかではなく、どう開催するかだ。と、まあ、そう語っていたっていう、そういう内容ですよね。で、これに対して、世界中の人たちの反応を、じゃあ、ここから見ていきますよ。えっ、ー、と、なんか、イギリスの人が随分多そうですね。で、イギリスから、おい、冗談だよな。 とかあ今、自分が考えていることみんなわかるよねとか、えー、そうだねとかね、えー、おいおい、よりによって中国製ってみんな日本製のワクチンの方を打ってもらいたいだろ、普通にとか、えー、中国は何を考えてるんだ、恥を知れとかね、えー、日本も恥を知れとか日本も恥を知れって言われちゃいましたね。 でまたイギリスの人、えーまず、これずっとイギリスの人ですね、えー、中国製、それを打ってほしがる選手なんていないでしょうとかあ、誰もが断じて拒否するだろうねとか、というか拒否してほしいんだけどとか。 あそしたら競技には参加できなくなるのかな開催国の日本からだって拒否されるよとか、えー、そんなの人権に反してるよとかで今度カナダの人があ選手たちが得体の知れないワクチン打った結果メダル獲得,獲得数がダントツ中国になったりして笑とかどうなんでしょうね <laughs> でまたイギリスの人が、えー、なんであえてアス,アスリートたちに提供するのそんなんだったらワクチンが手に入らなくて困ってるうーん なんだろう、あの、コバックスとかのね、えー、貧国に、貧困国には分けてあげなよとか、えー、中国製ワクチン欲しがる人なんていないよ、えー。どんなもの混ぜられてるか分かったもんじゃない。中国がワクチン提供なんかしなくていいんだよ。それよりも世界に迷惑かけた分の保証をするべきとか、えー、今度は逆に、えーえー、いいことだと思うけどとか、 えー、次の人はウイルスを最初に発見したのは中国真っ先に制御したのも中国中国のワクチンが一番信頼性高いんじゃないのとかで、えー、なんだそれとか、えー、ダメ絶対とかね、うん、まあ反対意見の方が圧倒的に多いみたいですね。 で、まあ、海外の、えー、世界中のっていうか、ほとんどがイギリスの方からのコメントでしたけども、まあ、なんかね、えー、全然全く受け入れられていなかったあ、この中国製ワクチンですけども、日本のね、えー、丸川五輪大臣が、えー、中国製ワクチン、えー、申し出に、えー、まず事前に伺ってませんでした。あまあ、否定的なあ、なんか捉え方をしてるみたいで、えー、ちょっとね、なんかそういう記事があったんで、続けて見ていきましょうかね。 Uh, 丸川珠代五輪賞が12日、uh, 閣議後に会見、uh, 国際オリンピック委員会のトーマスバッハ会長が11日に中国オリンピック委員会から、uh, 今夏の 東京オリンピック2022年の北京オリンピックにおいて新型コロナウイルスのワクチンを提供する趣旨の申し出があったことを明かしたことを受けて丸川大臣はまず事前に伺っておりませんでした私たちが把握している情報は IOC のホームページ上の情報と報道ベースと明かしましたと。 でさらにバッハ会長の発言の内容について、バッハ会長は中国のワクチンが承認された時においてのワクチン供給に触れておられるという認識。 私どもの国で中国の企業が承認申請しているかどうかについては、私は把握はしておりませんとした上で、いずれにしてもこの大会はワクチンを接種していなくても安心して大会に参加、安全に受け入れられる大会、そのための総合的な感染症対策を取ることにしている。ワクチンの接種を前提としていないとこれまでの見解を強調したそうです。 さて、じゃあこれを見たね、えー、この丸川大臣の発言を見た世界の人たちの反応はこんな感じ、えー。まず日本の人、仮にだよ、中国製ワクチン接種した選手たちが次から次へと重篤な副反応を示した場合ってどうなるの中国製のワクチンって、えー、下手すればコロナウイルスより危険なんじゃないの <laughs> うん、なるほど。で、今度イギリスの人が、えー、とはいえ、治験段階のワクチン自体コロナより危険なものばかりだと思うけどね。 で、またイギリスの人が、そもそも中国ってウイルス拡散させた国だよね。なんでそんな国を受け入れてるので、またアメリカの人が、これなんだよ。自分の体に毒入れてきた人間が提供する解毒剤をもらう人なんているのかで、またイギリスの人が、自分たちでウイルス作り出して、それを世界中に撒き散らして、そしてそれに対応するワクチンを供給する国があるんだって。で、またイギリスの人が、しかもワクチン代払えって言ってるんだぜ。 で、またイギリスの人が、イギリスの人なんかすごい敏感ですね、この件、えー。日本の拒絶は偉い。あんな国絶対に信用したらダメだよ。で、またイギリスの人が、その通りだよ。で、またイギリスの人が、えー、仮に、えー、ありがとうございますって提供を受ける国があったら、そっちの方があおかしいよね。で、またイギリスの人が、もしもアスリートに対するワクチン接種が強制された場合、えー、自分は今回のオリンピックは一切見ないことにするよ。 で、イギリスの人は、いやいや、今年のオリンピック無理やり開催させようとしてること自体が狂気の沙汰だよ。本当にやるの大災害が待ってると思うよ。で、アメリカの人が、中国の冬季五輪は世界的にボイコットすべき。自分たちがそれぐらい恥ずかしいことをしでかしてしまったと教え込まないといけない。そのことによって大ダメージを与えるんだよ。で、イギリスの人が、いいぞ、もっと言え。 で次の人は、自分、中国製の薬品って時点で全て拒否するよ。で次の人は、日本を支持する、中国をボイコットすべきとか、日本が毅然として中国を拒絶した変化を起こすためにもいいことだと思う。まあ、こんな反応だったんですけどもね。なるほど。 まあ前半部分の IOC のバッハ会長の発言ですけども、なんか日本も恥を知れとか言われちゃいましたけどもね、いや言い出したのはそもそも IOC ですし、ね、ですし、押すし、ね、日本関係ないですからね。というかねで、気になるのはやっぱり相談すらされなかったっていうのが、まあ、この IOC っていう組織をよく表してるんじゃないんでしょうか。うん だって、日本側とはね、この事前調整すらないわけでしょで、日本はこの中国製のワクチンを、えー、認可している国なら、その国が自国選手にね、えー、接種するっていうんだったら、まあ、とやかく言う筋合いじゃないですから、どう,ごどうぞご自由にっていうスタンスでしょうん。ちょっとこれ冗談っていうか、謝礼にならないと思いますけどもね。だって、ウイルスばらまいておいて、検査キット外交、マスク外交で低品質ばらまいてね、批判を受けていたのに、ね 懲りずに東京オリンピックを利用してワクチン外交をやろうとしているわけでしょうんそういう状況ですよね。でそのくせね北京五輪、えー、要は中国でのこの北京オリンピックボイコットした国地域には制裁するとか言ってましたからねいやーそういうやり方ってどうなんでしょうちょっと受け入れ難いですよねうん。 でしかも一緒になって IOC もなんか勘違い、甚だしくないですか、これ、ちょっと調子に乗ってるんですかね、うん、違うんですよ、あの例えばこの、ね、丸川大臣ですよね、日本国内の承認を受けていないワクチンは、ね、日本人選手、ねえー、たちには使うことはできないっていう、当たり前のことを言ってるだけなんですけどね。うん どうなんでしょう、これ。どういう力が働いたのか。まあ、なんとなく想像つきますよね。WHO でしょ。で、中国じゃないですか。で、まあ、結託しますよね。で、IOC にねじ込んでる。そういう流れじゃないかと思いますけどもね。うん。 まあ確かにそもそもこの中国製ワクチンを承認している国の選手に向けて購入すると言ってるだけで全選手に、ね、世界中の全ての選手に強制的にね、接種させるそういう話ではないです確かにねうんまあそうですね中国ってまあ大口スポンサーか何かなのかそれならまあこんなね IOC の行動もなるほどって感じじゃないですか やっぱりね、まあ、多分ご覧になったのあなたもね、えー、ご存知だと思いますけど、オリンピックですからね、この開催国から搾取する、で、選手を食い物にする、なんだろうな、背筋主義って言ったらいいですかね、のゴンゲですよね。うん。 まあもしですよ、IOC がね、えー、他国の、まあだからこの場合だと日本ですよね、日本の医薬品、ね、許認可制度とか、あと医療のね、えー、要はこの法律、うん、なんか薬事法とかさ、そういうルールありますよね、を勝手にね、無視するつもりで、えー、こういうアプローチを取っているんだとしたら、ちょっと冗談ではないですよね。うん。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。